あ、別に。お疲れ様。そっちも。この間はごめんなさい。失礼な態度だったと思う。ありがとう。別に意地悪しようと思ったわけじゃないの。もともとこういう性格で。でも意地悪だと思われて当然よね。え？何が？失礼なこと言ったのに。あれあれ？二人とも先に来てたのかにゃ。リン、花よ。あの、この間はごめんなさい。私は人との距離感をつかむのが苦手で、あなたにも二人にも気を使わせちゃって本当にごめんなさい。私たちは全然気にしてないよ。マキちゃん、ちゃんと言えてすごいにゃ。二人とも仲良くなったのかにゃ。仲良くまで言ったかはわからないけど、少しずつあなたと仲良くなれたら嬉しい。あなたはどう思ってるの？そう、よかった。二人とももう仲良くなったんじゃないかな。マキちゃんは作曲ができて、頭が良くてお嬢様で完璧でしょ。だからちょっとくらい苦手なことがあっていいと思う。そう、そういうものなの？迷惑かけて悪いけど、これからよろしくね。マキちゃんのそういうところみんな好きだと思うよ。何それ、意味わかんない。